出した心理テクニック。心理学は私たちが人生をより豊かに生きるための指南書です。この動画では心理学の基礎的な概念から実践的なテクニックまでを解説し、あなたがより充実した人生を送るためのヒントを提供します。心が汚れている人の顔の特徴。顔に出る性格の悪さ。こんにちは皆さん。今日は心が汚れている人の顔の特徴というテーマについてお話しします。心が汚れている人とは、他人を傷つけることや不正を行うことに抵抗感がなく、自分の欲望や利益のために手段を選ばない人のことを指します。このような人々は、その性格が顔に現れると言われています。心が汚れている人が持つ顔の特徴には、どのようなものがあるのでしょうか。今から一緒に見ていきましょう。心が汚れている人が持つ顔の特徴には、以下のようなものがあります。1、不機嫌であることが多く、口角が下がっている。2、目が鋭く、怒っているような表情をしている。3、常に不信感を抱いているように見える。4、笑顔が少なく、口角を上げても目が笑っていない。5、相手を見るときに目をそらすことが多い。6、威圧的な態度をとることがある。1、不機嫌であることが多く、口角が下がっている。心が汚れている人は、常に不機嫌な表情をしていることが多く、口角が下がっていることがあります。このような表情は、周囲の人々から不快な印象を与えます。2、目が鋭く、怒っているような表情をしている。心が汚れている人の目は、鋭く見え、怒っているような表情をしていることがあります。このような表情は、相手を威圧することがあり、周囲の人々から避けられる原因となることがあります。3、常に不信感を抱いているように見える。心が汚れている人は、常に不信感を抱いているように見えることがあります。このような態度は、周囲の人々を遠ざける原因となることがあります。4、笑顔が少なく、口角を上げても目が笑っていない。心が汚れている人は、笑顔が少なく、口角を上げても目が笑っていないことがあります。このような表情は、周囲の人々から距離を置かれる原因となることがあります。5、相手を見るときに目をそらすことが多い。心が汚れている人は、相手を見るときに目をそらすことが多いことがあります。このような態度は、相手に対して興味がないと感じられ、周囲の人々から避けられる原因となることがあります。6、威圧的な態度をとることがある。心が汚れている人は、威圧的な態度をとることがあります。このような態度は、周囲の人々に恐怖感を与えることがあります。また、このような態度をとることで、相手を自分の思い通りに動かそうとする、支配欲が強い人物であることを暗示する場合もあります。以上が、心が汚れている人が持つ顔の特徴の一部です。これらの特徴は、個人差があるため、すべてが当てはまるわけではありませんが、心が汚れている人の多くがこれらの特徴を持っていることが知られています。まとめ。心が汚れている人が持つ顔の特徴について、いくつかを話しました。これらの特徴を知っていることで、心が汚れている人と接するときに注意することができるかもしれません。また、自分自身がこれらの特徴を持っているかどうかも確認することができるかもしれません。
心が汚れていると感じることがあれば、その改善に向けて努力することが大切です。それでは、今日はここまで。ありがとうございました。以上、私たちが心理学の知識を実践することで、周りの人々にも良い影響を与えることができます。私たちが自分自身に対する理解を深め、より健康で幸せな人生を送ることができるようになると、周りの人々も同様に影響を受け、より良い関係を築くことができるでしょう。この動画を視聴することで、あなた自身や周りの人々がより健康で幸せな人生を送ることができるようになることを願っています。心理学の知識を実践することは簡単なことではありませんが、少しずつ取り入れていくことで、自分自身と周りの人々との関係を改善し、健康で幸せな人生を送ることができるようになるでしょう。この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。